体育教室スポキッズは園児と小学生が対象で、子どもたちの成長段階に応じた運動能力を高めるためのトレーニング教室です。上手になるとこんなことだって。次レベル4、頭手膝を皆さんはできますか？3歳から6歳までのクラスはかけっこの練習に励んでいました。カメラマンも追いつけないほどのスピードで一生懸命走ります。運動神経が著しく伸びるとされるのが小学校高学年のゴールデンエイジ。それまでにいろんなボールで遊ぶなど、運動することの楽しさを学んでいます。楽しいっていう経験をさせてあげることが、まあ裾野ですかね、を広げることが、そのトップアスリートっていうところにつながっていくのかなと思ってますね。将来の夢を教えてください。ボールがつくのがうまいラーメン屋さん。5歳。みんな5歳。お散歩が楽しかった、はいはい、ポンポンするの、どけるのも。小学生はさらにレベルアップしたボール遊びに挑戦し、運動神経を鍛えます。スポキッズのお問い合わせはご覧のところまでお願いします。